田辺東通停留場は、高知県高知市大津にある土佐電交通5面線の路面電車停留場。田辺東通停留場は1910年の開業。土佐電、交通の前身土佐電機鉄道によって崩しまし、西詰め停留場から加護停留場までの区間が開通したのと同日に設けられた。ホームは2面あり、2本の線路を挟み込むように廃される。 互いのホームはハス向かいに離れて位置していて、東に五面町方面行き、西にリマや橋方面行きのホームがある。五面町寄りに渡り線があり、リマや橋方面への折り返し便も設定される。停留場名にある田辺島は、停留場の北方約1キロメートルの国部川下半にある小山。かつてはその名の通り、浦戸湾に浮かぶ島だった。停留場の脇には、 カゴ山があり、カゴ神社が鎮座する。ABC、土砂電鉄が走る町根弱100.156から158ページ、今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と、土砂電交通、再出発。 便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、34.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。 ABC 土砂電鉄が走る街根尺82ページ。ありがとうございます。